皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、定期試験対策にもなる中学理科基礎 B テスト、今回は太陽の観察についての問題です。望遠鏡と太陽投影板を使って太陽を観察しました。9月17日の太陽、こんな風に見えました。9月20日はこんな風に見えています。そして9月23日はこんな風に見えました。1、太陽を観察するとき絶対にしてはいけないこと、これは何ですか。2番、太陽の表面の暗く見える部分の名前は何ですか。またなぜ暗く見えるのですか。この名前と暗く見える理由ですね、これを書きます。3番、暗い部分は中央部で円形に見えましたが周辺部で楕円形に見えました。このことから太陽がどんな形をしていることが分かりますか。この3問です。皆さんはどうぞ一度動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。問題の答えを言う前に一つだけ覚えておいてほしいこと、付け加えることがあります。太陽のように自ら光っている天体、この天体のことを恒星というので、この恒星という言葉も覚えておいてください。では答えの方ですね。太陽を観察するとき絶対してはいけないことは何ですか。望遠鏡で太陽を直接見てはいけない、こういうことです。ですから答えの書き方としては望遠鏡で直接太陽を見ること、こう書いても構いませんね。2番、太陽の表面の暗く見える部分の名前は何ですか。またその理由ですね。暗く見える部分、これを黒点と言います。なぜ暗く見えるかというと、この周辺それより温度が低いんですね。太陽の表面温度およそ6000度、これに対して黒点の部分は1500度から2000度くらい低くなっている。このため暗く見える、こういうことです。3番、暗い部分は中央部で円形に見えているのが周辺部、ここに来ると楕円形に見える、このことから太陽の形はボールのような形である、これが分かります。ですから答えは球形、こうなります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。